健介、健介。絶交なんて嘘だよ。だって俺たち友達だろ。本当？うん。何してんだよ。言わないとわかんない。やめてー。大丈夫か？すげえ音したぞ。くそ、汗くらめ。まどうにかなるだろう。なあ、もう汗くらのアホ。当たり前を通り過ぎてた、置き去りにした感情。君が少し言いかけてた結果論の芝居。仲直りてきたと思ったのに。もう一回絶交と俺に抱かれるの、どっちがいい？もやん。絶交に決まっとるわ。抱くとか抱かれるとか意味わかんねえし。あ、でもまた前みたいに後悔するかも。いや、それはない。汗倉、俺のこと好きって言ってた。いつから？なんで俺、小学校の時からそういう気持ちで見てたのかな。高そうな会社。なんだ、彼女いるじゃん。キスされた後絶好かやらの二択を突きつけられたってわけな。それって大柴と付き合いたいってことか？つかさ、絶好するなんて言ったらもう友達じゃないからってやられるんじゃね。どっちにしてもダメじゃん。よし、こうなったらできるだけ優しくしてくださいって頼むしか。何、まだなんかあんのか？いや、今朝さ、汗倉すげえ美女の車で登校してきてた。彼女いるんだよ、あいつ。あれだ、3年前の仕返しっつうかさ、からかわれたんだよ、お前。そっか。ってことは、俺と汗倉は友達？あれは友達同士の悪ふざけってこと？ああ、そうかな。よかった。健介？あ、二人してこんなとこでサボって何かいい話？なぜここが！汗倉、汗倉、一緒に昼飯食おう。いいよ。やった。どうしたの？なんかあった？なんもないよ。一緒に飯くらい食うだろ、友達だし。やべ、次兄ちゃんの授業じゃん。遅刻したら殺される。
あ、おい、何の話してた、瀬田川。何も。いいか、二次関数の公式は覚えておくように。必ず試験に出ろ。汗倉と飯とか久しぶり。小学校の給食以来だ。じゃあ次はこの公式を使ってこの問題を解いてみよう。お？なぜ俺はここにいるのでしょうか。ホワイ？お昼一緒しようって言ったじゃんか。俺も含まれてるとは。そうだよ。それうまい？うん、一口食べる？いいの？はい。あうまい。瀬田川、やっぱりカツ丼は甘い方がいいよね。親子丼も天丼も俺は甘いのが好きなんだ。瀬田川はどっちだっけ？いや、俺はまあ、なんつうか、はっきり言ってどっちでもいいっつか。じゃあ食べてみる？いいよ、いいよ。はい、あーん。本当に仲いいね。そう、友達なんだからこれくらい普通じゃね？ねえ。片付けてくるね。汗くら。ごちそうさまでした。はい、ありがとう。ちょっと待ってよ、お腹いっぱいとか胃が小さくなったんじゃない？昔は俺の場合食ってたの。ちょっと来て。おい。あ、コウスケさん、えらい血相だったな、ハマジタ。長谷倉です。なあ、剣のやつが考え込んでもあんまり口出しすんなよ。え、悩んだり迷ったりすんのは自分の意思で選んでる証拠だ。でも、つうか、どうしたらいいかなんてどうしたいかでいいんだ。少年よ、心の声に耳を澄ませってな。聞かせてくれる？昨日の答え。あ、何？まだそんなこと言ってるの？ねえ、抱かせてくれる？冗談だったんだろ？見たぞ、朝彼女に車で送ってもらってた。え？身に覚えがあるだろ。彼女といる俺を見てどう思った？別に何とも思ってない。まあいいけど、彼女なんかじゃないし。俺は絶対騙されねえからな。じゃあ5分だけ触らせて。ちょってなんだよ。触らせたら友達のままでいてくれるのか。5分な。アラームとかセットしとけよ。妙なことしたらぶん殴るし。キスは？ダメ。アラーム鳴ってたのに続けちゃった。気づかんかった。でもそしたらもうこれで絶交するのとかなしになったよな。普通に友達に戻れるよね。ケンスケはこんなことする俺でもまだ友達だと思ってくれるんだ。そうだよ、悪かったな、心広くて。戻ろう、そろそろ昼休みが終わる。なんだ、どういうこと。
長谷倉、どうしたんだよ。なあ。別に。嘘だ。どう見てもおかしいって背中に書いてあるっつーの。そんなに俺のことが心配？友達じゃん。じゃあさ。息できない。なんでお前は平気な顔で俺を困らせるようなことばっかり。ごめんね。だって俺ケンスケのこと友達だと思ったこと一度もないもの。あの二択はね、本当はすごいズルだったんだよ。もう一回絶交と俺に抱かれるの、どっちがいい？だって、友達だなんて最初から思ってないのに。もし、それが全部本当なら、お前にとって、俺って何だったの？一緒にいたら楽しかった。楽しかったよ。お前はそうじゃなかったの。明日も長谷倉はまたあんな冷たい目をするのかな。だったら明日なんか一生来なくていいのに。長谷倉は休みだな。昨日の今日じゃどんな顔していいかわかんねえもん。よかった、顔見ずに済んで。今日も長谷倉どうしたんだろうね。大丈夫かな。絶対サボりだべ。ケントン、なんか聞いてねえの？知らねえよ。なんで俺が。コウスケさんには大芝が考え込んでても口出しするなって言われてっけど、まあ言うわ。あいつを追い詰めたのはお前だと思うぞ。な、あ、俺のせい。俺がいつ。あっちにしてみたら生殺しだったっていうか、考えるふりして逃げてんだよお前。なんで俺が逃げなくちゃいけねえんだよ。決めんのが怖いからだろ。いろいろ俺にどうしろっつんだよ。知らねえよ。お前らの問題だろ。やっちまった。口出しするなって言われてたのに。おお、ちょうどよかったじゃねえか、綾香。そうね。綾香ってもしかして、あ、綾香姉ちゃん。すっげえ、小6以来の姉ちゃんだ。久しぶり。相変わらず可愛いのね。姉ちゃん、こないだ朝長谷倉と車で。ちょっとね、今日は朝やと一緒じゃないの。仕事早く終わったから夕飯誘いに来たんだけど携帯出ないから。あの、長谷倉もう3日も休んでて、だから、行ってくる。
やっと言ったのか、おっせえ。この人ってバカだよな。どうしたらいいかなんて、どうしたいかでいいのにな。何？これってそういうこと？まあそういうことだ。後で朝夜に詳しく説明してもらうわ。いいな。友達だと思ったこと一度もないもの。いつかは痛くなくなるのか。長谷倉、長谷倉、いない。またいなくなった。何じゃないわよ。休んでるそうじゃない。学校風邪ひいた。え、そうだったの？大丈夫なの？うん。健介君には会った？行ったでしょ、あなたのところ。健介が来るわけないよ。ひどいこと言ったんだ。ひどくてみっともないこと。弱ってる理由がよくわかったわ。とにかく仕事が終わったら。朝よ、朝よ、聞いてる？あの時俺たちは友達だった。そうだろ、汗倉。それともあれも全部嘘？俺の妄想？ずっと一緒にいたいとか俺だけだったのかな。そうだよ、汗倉。あ、汗、あ、大丈夫なの？3日も休むから俺。何してんの？どうせ誰にも言わずに一人で来たんだろう。みんな心配するの分かってるの？なんだよ、そんな言い方しなくてもいいだろ。違う。お前こそ勝手に探しに来たくせに。違う、こんなこと言いたいんじゃない。俺はただ。じゃあ一人で帰れば。違う、こんな、やだやだ、もうやだよ、汗倉。喧嘩するのも、近くにいるのに気まずいのも、友達じゃないって言われるのも、でも一緒にいられないのが一番嫌だ。ドキドキさせられるのも。ごめん、それは諦めて。誰にも何も心臓の音一つだって渡せない。好きだよ。ずっとずっと、こんな乱暴な気持ちが友情なわけあるもんか。はあ、そうか、最初から思ってないって。見てるよ、健介が落ちないように。本当にずっと最初から夢でも妄想でもなかった。
ケンスケ。熱は？下がったみたい。なんで笹倉山に行ったの？長谷倉は？なんで俺が笹倉山にいるって分かったの？好きだからだよ。嘘。ケンスケが置いていったカバンの中に見えた。俺たちの勇者の書物。話して。やだ。いいの、それ以上やったらまた良くない気を起こしちゃうよ。長谷倉の手が頑張って優しく触ろうとしている。分かってる。友達じゃなくて恋人になりたいって思ってるんだよ。こんなに怖い。助けてって言ってたのに。ちゃんと分かってる。うん。なんでずっと分からなかったんだろう。分かってる。おでこがあったかいからもうちょっとこうしててもいい？ああ、本当。叶わないや。神様、この子を僕にください。振り返るといつも君が笑ってくれた。風のようにそっと、眩しすぎて目を閉じても浮かんでくるよ。涙に変わってく。すみません、大ライス付き醤油ラーメンの特盛り、ニンニク少なめ、油野菜増しまして。ああ、野菜はキャベツ抜いてその分もやしに変えてもらえますか？じゃあそれで、もやし増し増し。